こんにちは、速稼塾の久保です。緊急事態宣言が1都3県に延長されました。でもこれって何か意味あるんですかね。実際に緊急事態宣言は随分と価値を落として安売りされてしまったんではないかなと思います。もう今となってはね、緊急事態宣言にもう何ら意識を向ける人はいないっていうのは確かなんじゃないですかね。ただただ制約だけあって保証がなくて厄介なもの、そんなイメージがついてしまったんだと思います。おそらくですね、昨年安倍総理が緊急事態宣言を発出するときっていうのはものすごいね、緊張感が走って、これからどんなことが起きるんだろう、もしかしたら私たちの家や学校、病院が政府によってね、占拠されてしまうんではないか、徴兵制みたいなことが起きるんではないか、まあ、そういうふうなね、言い知れない不安がありました。しかし政府からの緊急事態宣言の要請は要請であって守るべき義務はないということが分かっていったのと、そうは言っても日本人の多くは政府の要請に、ね、素直に従うわけなんですよ。でそこで私たちが要求したのが定額給付金の粗利保証ですよね。それはもう数ヶ月したらすぐに10万円という形で出たんで一定の安心感はありました。しかしですね、その後に私たちに保証されたものって何だったと思います？マスク2枚お笑いかと思いますよね。まさに4月1日に安倍さんがマスクを配布しますって言ったんで、もうね、たちの悪いエイプリルフールかなと思ったら本気なんですよね。そしてマスクに数千億円かけた割にはマスクをした人はほとんどいなくって効果なし、閣僚でも結局一人たりともアベノマスクをした人はいなくって、安倍総理一人が頑張ってやってましたけども、ついに安倍さん自身も辞めちゃいましたよね。なんでこんなくだらないことがね、日本で始まったのかなと思って、返す返す日本の歴史の汚点だと思います。だって、ね、織田信長の本能寺の変ってあるじゃないですか。それから徳川幕府、昔徳川綱吉っていう人が生類憐みの霊って言って、犬や猫を粗末にしたやつは罰するぞみたいな法律作って、なんだこれやと思いましたけども、いろんな事件がある中でアベノマスクですよね。いや、これはね、日本史史上ないバカげたね、国家元首の決断だったんじゃないかなと思います。そして国民が一気にそっぽを向いたというね。で、いろいろと申し上げましたけども、今回緊急事態宣言が延長されて私たちに課せられたものって何だったのかなと言ったらね、結局はお願いなんですよ。政府の方は SNS、テレビコマーシャル、広告などを通じて多くの方に呼びかけていきたいって言いましたけども、なんでそれ最初からやんないんだって話じゃないですか、ね、で、今となって手遅れになってからやっとやるみたいなのがあったり、あとね、結局は広報するっていうのは国民に対するお願いでしかないんですよ。今までと全く変わりません。頼むからやってっていうだけなんですよ。いや、頼むからいいけども、政府としては何をやるんですかってことなんですよ、ね、私たちにいろんな行動の制限を表向きにお願いするとして、じゃあそのバーターとしてどんなことを私たちに保証してくれるんですかってものは何もないんですよ。その辺、先日の菅総理の記者会見でですね、1時間ちょっとあったと思いますけども、そこで質問した記者がいましたよね。定額給付金の第2弾、こちらの方は何かないんですかってことで聞かれた時、生活困窮者には借金がね、ありますよと、お金貸しますよと、しかもこれは生活困窮、住民税非課税世帯に関しましては免除する方向も考えているということだったんですけども、非課税世帯って年収で言ったらあれでしょ、110万とかでしょ。はっきり言ってね、このね、まあ、単純に比較はできませんので、一部の方はちょっと誤解させちゃうかもしれませんけども、生活保護以上にきつい世帯ですよ、そんなのは、ね、そういった方に対しては借りたお金を免除する制度があるから借りてくださいっていうわけでしょ。まあ、なんせね、国民が困った時にいろんな制約をかけておいて、消費税をぶんだくっといて、ビタ一文出さないと、金は貸すよみたいなね、なんでね、生活に困った人を借金漬けにして追い込んでどうするんですかって話ですよ。それこそ高利貸しの世界ですよね。最初は年利 10% で貸しといて、返せなくなっちゃったらもっといいところ紹介しますよって言ってね、闇金業者が今度 30% の金利のところ紹介して、そこで借りざるを得ないといけないようにすると、で 30% も返せなくなったら、いや 50% のところありますよみたいなところでね、どんどん高利貸しを紹介していって、そしてね、返済できないようにして債務者を潰していくみたいな、肝臓や目ん玉を取っちゃうみたいなね、まさに今日本政府、菅総理はそんなことをやろうとしてるんじゃないかなと思うんですね。さすがに私はね、菅総理に対してはかなりひいき目に今まで
お話してきましたけども、もう終わりですね、菅総理はね。息子の始末一人できないわけですから、もうね、国を動かすそんな裁量はないんじゃないかなと思いながら今回の動画終わらせていただきます。あんまり話すとね、私もね、怒りがね麻生大臣級に出てきちゃいけないんでね、ちょっとひどいですよね。生活困窮者に対して一時支援金を出す方向であると思いますけども、もうね、こうなったらみんな困窮者ですよ。なんだったら飲食店やってる方みんなにね、一律給付100万円、ね、してあげないと。だってそれだけのことをこの1年間国民に強いてきたわけですよ。で、自粛警察なるものを利用してね、もしかしたら自粛警察って菅総理が雇ったんじゃないでしょうね、もしかして。そうかもしれないですね。自粛警察は菅総理が雇った総務省関係の下っ端がやっている、まあ、作業なんじゃないかなと思いますけど、どうですか、ね、とにかくね、菅総理ね、自分の息子ぐらいはね、型をつけてくださいよ。しょうもない。まずは家のことをやって国のことをやってほしいなと思いますね。だって家一つまとめられなくって、これはね、アンチですね、もうね、完全にね。アウチアウチアウチということでございます。ありがとうございました。